能登半島地震の被災地に軽トラックを送ったのは石巻市の安倍勝自動車工業で、石川県の輪島市に3台、志賀町に2台を寄付します。災害復旧ですぐに使用できるようにと、石川ナンバーをすでに取得し、ガソリンも満タンにしています。安倍勝自動車工業には、東日本大震災で高さ3メートルの津波が押し寄せ、展示していたすべての車両およそ400台が被災、全国からの支援で再建したということです。何かその恩返しができないかということで、復興に使っていただくのと、その大きい荷物を運ぶのにも使えるので、普段使い、買い物からそういった復興支援まで、そういったところで使っていただければと思います。送った軽トラックは26日に現地に届く予定です。